プレックスは、マットラブ、深夜リンクのトゥールバックスとして、開発された、パワーエレシステム用電気回路シミュレーションソフトウェアである。現在は、マットラブ、深夜リンク上で動作するプレックスブロックセットと、単独で動作するプレックススタンドアローンがリリース、されている。プレックスは、パワーエレクトロニクスに特化したシミュレータであるため、ダイオード、サイリスタ、イベット、フェットといった、 半導体素子、これらの素子モデルによって構成されるインバータモデル、または誘導機、同機器といった電動機が標準で使用可能になっている。インバータコンバータ等で用いられるパワー半導体を駆動する制御ロジックの設計には、一般的に深夜リンクのようなビジュアルプログラミング言語が用いられることが多く、市販の回路シミュレータには、 このような制御ロジックを設計するソフトウェアと連携して数値解析を実行するものも多い。Plex は深夜リンクのトゥールバックスとして開発されているので、深夜リンクで設計された制御ロジックと電気回路及び熱透過回路の組み合わせによるパワーエルシステムシミュレーションをシームレスに実行することが可能である。プレックススタンドアロンは電気回路と制御システムのシミュレーションを プレックス上で直接実行可能である。数値解析演算用ソフトウェアとしては、プレックスブロックセットが使用しているマットラブの代わりに GNU オクターブを採用している。スパイス等の回路シミュレータは非常に複雑な非線形化と現象としてスイッチをモデリングするため多くの入力パラメータを必要とし、かつシミュレーション時間が長くなる傾向がある。スイッチングによる 電力変換が主となるパワーエレクトロニクスシステムには非常に多くの半導体素子が主回路内に存在するためスイッチの過渡現象を理想モデルとして簡略化した手法が採用された回路シミュレーターが必要となる。フレックスはスイッチのターンオン、ターンオフを瞬時に行う理想スイッチが採用されているので数値解析を安定化させる用途の砂場回路が不要であり高速に パワーエルシステムシミュレーションを実行することが可能である。ありがとうございます。